どうも皆さんおはこんばんにちは、オットジャです。レッドイットダイ続きをプレイしていきたいと思います。さてと、ウコンが丘まで来たからカモトに行きたい。どっちかな。でね、シールを変えまして、なんとね、毒を浴びると回復できるようにしました。毒多かったんでね。敵の声が聞こえるぞ。いた。お、ちょうど毒エリアじゃないか。最高だぜ、おるぬ。どうなんだろう。おお、毒食らいなさい。ほっ、よし、間に合った。何が入った。ポピータッケー戦ってるね。猛毒になった。逆に回復する。今ならよっしゃエレキだけ猛毒になってる間、俺むしろ回復するな。1515って、素晴らしい。このシールの効力、このステージとの相性が抜群だ。回収。おう、もう一丁パンチ来いや。ほら、ごいや。基本的に、あ、いた。だが、回復する方が早い。ほら、こっち来いって。そんな逃げなくたっていいじゃないか、え？回収。どっちだったっけな。結構コピータケ生えるね。エレキだけもあるし。あえてもう猛毒になっちゃうよね、これね。カタツムリ高く売れるからね。こっちで合ってるか、カモト。はーい、行きまーす。ほっ。ってことはあれか、俺、毒になれば回復するんだったら、猛毒だけみたいなのを食べればそれでも回復できる、回復薬になると。敵に投げてもいいし、自分に使ってもいい。で、カモトの上は何があるんだろう。14階に入るのか。カモト。そうね、ここでやられたんだよな、おついさん。お、素晴らしい。電源オン。これでいつでも岡本に来れる。地雷がある。おうおう、ほい、よーし、倒した。食料源回収。降りて、いやー、愛くるしい瀬戸際、確かに。はあ、ありがとうございます。その瀬戸際のご判断、賢明かと存じます。貴様ら許さんぞ。やばい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 、まったく後ろから切りかかりよって。当たんないかい。おっ、やっぱり強いんだよな、ここのやつら。後ろから切りかかられて終わりだもんな。ヒーターパンチいらない。
恐ろしい。はい、いいぞ。はい、どうも。バックドロップ、とどめ。ピットブルショットガンは使えない。あれですね、ストライカーはそんなにスタミナがないんだよな。ジャンプすれば当たらないのか。通り越して、そろそろこれ壊れそうだな。いるよね。しかも一体じゃない予感がする。あ、バレてないぞ。ほっ、決まり。で、わざと猛毒になって、武器変えとくか。外した。なんとかクリティカルで回復。毒があればなんとかなる。あえて毒、俺にとっての回復ポイントだな。で、今アサルトライフルで撃たれたけど尋常じゃないね。ヘッドヒッターボディ194、こいつはすごい。こっちにも毒ゾーンがあるな。回収して、こっちも片方でいいか。猛毒になって、はい、よし、届いた。さあ来い。うい、終わりだ。で、素材ゲット。でもってカタツムリを全部回収していって、で、回復したくなったら、安全だったら投げればそこからまた毒出すから、設置すればいいかもしれない。常に私はカタツムリを1個持っていくっていうね。こっちは、下に降りる道か。のけじりに行くんだな。このまま真っ直ぐ行って上に行こう。回収。ほっ、おやすみだ。やられる気がせんな、この毒回復がある限り。とか言ってるとやばいからね。よし、上行くぞ。ボス戦とかなったら、カタツムリ1個投げといて、回復、猛毒に常になりながら戦えば。いやー、でもやられそうだな。坂本から上に行くと、山台。またちょびっと上に行くルートがあるね。14階に突入。すごい、ダメージ食らっても毒で一気に回復してるんだよな。一気にというか、徐々にというか。オッケー。さあ来たぞ、新規クエスト解放。
いるかな。レイジがサンタマ…なになになに、すげえ撃ってきてるけど。はいどうも、レイジ。お、スナイパーライフル落としてくれた。ちょうどいいじゃないか。使うか。壊す。当たんない。オッケー。下にいるな。倒した。どっから上がってくる。どういくつもりそれ。どうだ。上にいる。そうだ、もっとこっちへ来い。今だ。ほっ。あいつこっちに来れないみたいだな。だね。上のあれ倒しとこう。マーク2倒した。コピーだけで攻撃してくれたら吹っ飛ぶはずだから。あいた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 。ちょっとそんなのに当たり張ってあるのかい。うら。トラップだらけだな。毒ないかな、どっか。よし。結晶竹が食べて、あった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 。この子たちはこのままにしとくか。俺の大事な回復エリアだからな。さあ、バトルエリアっぽいのをまた攻撃力上げといて。あ、これ壊しとこう。行くぞ。ほっ。あぶねえあぶねえあぶねえ。終わりだ。さあ戻って毒で回復しよう。よし。ただ3本持ってきたものをもう2つ目まで使い切りそうだからな。さあカタツムリちゃんたち持って帰るよ。1個回復に使うかと思ったけど、猛毒になれば関係ないからな、ほんと。はい、サソリさんは話してあげるから。カタツムリたちを全員持ち帰る。素材ね。あ、痛い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 。あ、回復するけど。ほっ。嘘だろ。おう。痛い痛い痛い。隙を見せたとき。オッケー。こいつ一体ならなんとかなるんだけどね。
もう一体は。オッケー。いらない武器持ってるかな。いや持ってるのこれぐらいか。拾っておこう、うん、さあ毒が欲しくなったら投げて、あ毒出ます。あれ出ない。あ出た出た出た。あで回収する。素晴らしいとは思わんかね。嘘ヶ谷、次のエリア嘘ヶ谷か。嘘ヶ谷、何が出てくるかな。そろそろ右上行って、多分エレベーターがある真ん中のルートに行きたい。めちゃんこいる。おばばばばば、いった。超打ち続けてる。ここに回復ポイントを作るか。横のビリビリはどうにかしたいな。言い過ぎじゃないあれ。さあさあビリビリしろ。当たれ当たれ。やられよったこいつ。次のやつ。おお、おお、もどくもどくもどく。よし、ビリビリ。いや、今回は保険のご加入いかがされますか。ありがとうございます。その瀬戸際のご判断。お、痛い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 。待て待て待て、普通にバックドロップ中もダメージを食らうのか。恐ろしい。オッケー。すごい強かった。特にスナイパー一撃はひどい。一撃でやられるのはちょっとどうしようもないもんね。あとやばいのはハンマーが、ハンマーじゃねえな、斧があと一つといったところか。使えそうなものは。スナイパー武器を持ってるやつは誰よりも先に片付ける。待て待て、そのスナイパー持ってるやつしかいなかった今。こっち来い。後ろにどうやら
おお、あった。痛い痛い痛い。可能性としてあり得るのは、どうやら多分クリティカルヒット入ったか。さあ回復して、よっしゃよっしゃ。恐ろしい。まだ奥にもいるんだよな。下降りるしかないか。なんだこの BGM は。痛い。上から撃ち放題ってこと。オッケー、入った。オッケー、よけて、ギリギリ。入れ替える。アサルトフォースボディ。お、こんなところにコピーだけと針金の山。もうそんな持てないんだよね。よし、設計図なかなか出ないねって言ったら来ないね。さあマップを見ると、行けるところが2つ、そっちと、先にこっちから行くか。お、上に行けるルートがあるぞ。加賀、こっちで間違いないみたいだな。ただ俺ちょっと怖いなと思うのは、ああ、加賀に行くでしょ？ボス絶対いると思うんだよな。行けるか？いるよね？うん。ボス手前にエレベーターあるよね？じゃないと困るぞ、これは。加賀！やったー、あったー。でも多分もうその先はすぐボスなんだろうなーね。ほい、うん、一回戻りましょう。ご要望のフロアをお申し付け。16階まで来たな。ただいまーっと。ふぅ、さあいらないものを売って、ダイレクトフェルパスが切れましたね。お、なんか少なくなってるって思ったら。ありがとうな。ありがとうな。で、カタツムリちゃんたちがみんな押し込められてるぞ、あれは。ありがとうな。で、新しい防具もできて、ありがとう。ダークライバックボディ。またよろしく。預けて、
よいしょだね、デスバックエクスプレスワークのやつが全部ログインボーナス。我がカタツムリちゃんたち、やっぱりね、カタツムリは336で売れるから1個だけ残して、ありがとうな。それと足の防具か。ありがとうな。またよろしく。頭ってね、頭の防具が足りないな。あったかな。あーこれだな、こいつで行こう。さあボス戦でございます。多分中ボス戦というか、行くぜー。回復しとこう。で始まるなーと思ったら、あーやばい、切れたからか。ちょうどじゃあ使います。1日パス、あと7枚あるんだよな。ご要望のフロアをお申し付けください。はい、加賀へ行きます。さあ行くぜ。どっちだ。前回とはまた違った作りになってな。お墓あるぞ。スナイパーのやつがいるな。やばいやばい、撃たれる撃たれる。多分こっち側かな。じゃあね、今装備してるこの上半身の防具は、ね、合ってるね。こっちで防具はね、銃弾に対する防御力が少し高いはずなのに、スナイパーで撃たれると一撃。もう少しこうレベルの上限はどうにかならないものか。警戒してるね。元に戻りたまえ。よし、そのままそのまま。はいどうも。おお、あぶれ。おら、どうした。おら、あいつはマグマム持ってるな。撃ってくる。さあこっち来い。ほっ、外れ。うわっ、うそ。待て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 、撃つな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 。結構かけてくるね。あぶねえ。うわあ、
この野郎。マグマム強いって。ここ降りるのあんまり得策じゃないんじゃない。さあ来いや。そうそう登っておいで。うん、ガードされた。さあガー、二人目。さあ来い。よし。多分でもあんだけ敵いたってことはどっかにいいアイテムが落ちてるんじゃねえかって。お、あったあった、スタンプラリーじゃねえか。お、ちょっと難しい。これきたね。パーフェクト。他には何もないのかな。ないね。とこっち側先行ってみよう。でもうダメだなと思ったら後ろ下がって毒で回復するか。マーク3までいるね。ほっ、起きて起きて早く。うわぁ、愛くるしい瀬戸際、確かに拝見させていただきました。今回につきまして保険のご加入どうなさいますか。失うわけにはいかない。こんなところで使いすぎか俺。賢明かと存じます。強すぎる。攻撃当たっちゃいけないゲームだもはや。どうも。当たんない。なんかどっかにアタッカーがいるな。どこだ。反応あるらしいが、いた。とう一撃。ああ、設計図だ。上に行くルートがある。おい、せい。まだ敵の声聞こえるな。お、毒あるぞ。あー、ちゃんと飛び越えてくる。ほっとっ。さあもう壊れる。切り替えて。その毒欲しいな。ぐるっと回りそうだねこっちね。いや、下に降りる道だ。ウゲっていうとこに行ける。それよりも中ボスを探しに行こう。これ壁についてるのは取れそうにないな。一体、あ、なんか開けられる。ロングソード、回収。
猛毒ハートたけどこに繋がってるんだ。いや横の道から出てきたのか。どこにサソリいる。ボスっぽいね、ここね。はあ、そう。いけるかな。やるしかないけど。さあ、何が来る？お前かーい！よし、ギリよけたな。動きが早いね。真上か。おっ、切り入った。どこ行く。撃ってるね。ただまあここは強そうだ。レベル最甚大。下で戦えと。ただどうやって降りればいいんだ。ちょっとずつ降りる。危ない。下で戦う気満々だな。おっ、来た。ほっ、1、2、くらう。一気にダメージ入ったね。おお、やばいやばいやばい。必殺攻撃を誘わないと。ちょっとこれはさすがに。危ない危ない危ない。あれを食らうと相当やばい。やばいやばいやばい。それは本当にやばい。これ以上食らうことは許されんぞ。必殺はどのタイミングで撃つ。お、体力だ。あー、うよし。さあ避けて。あっぶねえ。頭飛んできた。ほっ、必殺打ってこねえかな。上に逃げたか。ちょっと上に上がる元気はないんだが。どこにいる。真上か。下へ降りてこい。なんだ。おお、めちゃくちゃ上で撃ってる。お、見失ってるな。ただ上がっていく途中であの追跡弾を撃たれると。カエルが拾えれば嬉しいけど。あっぶねー
来た、下に降りてこい。なあ、上で探してる。まだだ、まだ終わっちゃいない。今のご判断、賢明かと存じます。さあ、どうしたものか。ここまで近づいたらいいが、下手に出るとすぐまたやられてしまう。消えた。ずるいよ。あっぶね。今慣れてるか。いやー、ちょっと厳しいんじゃない、それは。よっしゃ、ほっ、おいちゃ、決まり。なあ、倒した。強すぎる。戦うのが大変だな。もうこういう時はこっちも遠距離武器を持ってないと厳しいね。ほっ、この先にエレベーターないよな。こっちへ行くと絹田民。ここ来たことはないはずだよね、うん、新規クエストってことは。はい、ということで今回はここまで。次回この続きから行きたいんですけど、多分ね、こっちが行くとエレベーターないので、戻っておきます。お楽しみに。ほんじゃ、またな。